ダッチングマシンの内部。左側から切符を直角に差し入れると、切符の端に日付が印字される。機器の外観、ダッチングマシンにより日付を印字された乗車券。券の左端に37.11-5と印字されている。ダッチングマシンとは、鉄道の乗車券等に日付を印字する機械のことで、ある。日付印字機とも呼ばれる。 ダッチングという言葉は、デイティングの名りであるとされている。ダッチングマシンは、駅の窓口で乗客に乗車券等を販売する際に、乗車券等の発売日を印字するために用いられる。スリットの左側から、乗車券を直角に差し込みスライドさせると、バネの仕掛けで、あらかじめ設定した日付が、乗車券の端に印字される仕掛けである。 使用する乗車券等は厚紙で作られた後券が適しており自動券売機で使われるような何券を通そうとするとうまく印字できないばかりか券が折れ曲がったり破れる可能性がある自動券売機が登場する以前の乗車券は発駅から着駅までの工程があらかじめ印刷されたものが駅に大量に備え付けてあったこれをま独自に専用のラックに備え付け 乗車券別場の度に切符を取り出し、発行日を記載して販売していた。しかし、日付を1枚ずつ筆記していたのでは、手間がかかり、なおかつ判読しにくい場合もあったため、省力化と判読性の向上を目的として、ダッチングマシンが登場した。1970年代以降に普及した自動券売機では、切符に発液や額面ともに発行日を印字できるようになったため、 ダッチングマシンの出番は減っていった。なお、現在の鉄道では、乗車券等に日付を印字する際、手持ち式の日付インスタンプを使用している場合が多い。かつては、菅沼タイプライターと、アマトラ工業の2社を中心に製造が続けられていたが、現在、新規に、ダッチングマシンを製造している企業はなく、現存するものは、鉄道趣味の店や、ネットオークションで高値で、 取引される場合がある。用途としては、鉄道会社では記念乗車券への印字や、鉄道模型専門店のサービスチケットに印字する例が見られる。ありがとうございます。